こんにちは、まいまいチャンネルでございます、えーす。えーとですね、口が回んなかったいや。すごいね、髪の毛が。えーとですね、今ですね、荷物が届いたんですよ。その荷物、はーっと思って、はーこれはーと思って、慌ててですね、えーと、開封動画も撮らないでもうさすと パチ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 ってね、あの、自分で、えー、先に、えー、切って、あのー、開封してしまいました。えっ、ー、となあの、中身だけの紹介をしたいと思います。どうぞ。この野菜ですよ。えー、さんちゃんからですね、野菜が送られてきたんですけども、 もうね、すごい美味しいね。キャベツ、大根、ブロッコリー。もう本当に美味しいんですよ。えー、キャベツもですね、甘くてね、噛めば噛むほど。<laughs> もうね、あの、パリ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 、えー、食べたいです。えー、食べたいっていうか、食べます。<laughs> すごい美味しいんですよ。本当に。 えー、このブロッコリーなんて見てください。この大きくて。ねこれはですね、もう今から茹でて、えー、で冷凍して、えー、前回もあのいただいたんですけど、えー、前回の、えー、ブロッコリーも茹でて、冷凍して少しずつ <laughs> 食べました、えー。もう本当に美味しいんですよ。そしてこのキャベツもですね、 もう甘くて甘くてね。もうほんとパリ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 食べたいぐらいなんですよ。早速食べたいぐらいで。あの、夫もね、大好きなんですよ。キャベツパリパリ食べるのが大好きで、もう毎日キャベツ食べてるんですけど、えー、もうこのキャベツ、いただいたキャベツをた、食べます。今日から。それからこれはですね、えー、っと、ほうれん草かな ほうれん草なのかななんかよく見えない。<laughs> どれどれ匂い噛んでみようかなほうれん草 <laughs> それとですね、えっ、ー、と、もう一つすごいのがですね、えー、大根です。しょ。しょ。この大根は、えー、北海道に、えー、売ってないんですよ。<laughs> もう、すごいですよ。 えっと、美味しくて、もうね、あの、前回いただいた時も、もちろん大根は、あの、た、このまま食べるんですけど、葉っぱももったいないので、葉っぱも、えっと、食べる、あの、全部、投げないで、食べ、ます <laughs>。あの、いろいろちょっと作って食べてるんですけど <laughs>、このね、どれだけ大きいか、あの、 私の足と比べ、比べたいと思います。よいしょよくしょどんな感じですこれ。いや、私の足も相当太いんだけど、気持ち悪い。よいしょこんな感じで。あの、もうね。 こうい野菜。もうね、さんちゃんのとこの作ってる野菜は、もう抜群ですよ。最高に美味しいんです。もう本当にね、こんな美味しい野菜ね、もうないですね。<laughs> もうありがたく、え大事に大事に食べたいと思います。それからですね、野菜の隅っこにですね、もう一つ袋が入ってました。もうそれはですね、 いちごづくしなんですよ。いちごからですよ。えー、それはもうね、早速ね、あのー、片付けました。<laughs> もう野菜と別動画で皆さんに紹介したいなって思ってるので、えー、隠してます。<laughs> すっごくね、もうね、びっくりって感じですよ。 あの、あの、いちごも、いちご柄もそうなんですけど、この野菜たち、えー、これから毎日、えー、大事に食べたいと思います。さんちゃん、本当にありがとうございました。もうね、嬉しいです。ありがとうございます。これから毎日食べたいと思います。ありがとう。ありがとうございます。